皆さんごきげんよう、ラバルルでございます。ということで本日もですね、ラバちゃんはこちらユーロトラックシミュレーターを開いているということになっておりますけども、まあ前回ご紹介しましたこちらのですね、ヒッチつけましたこちらの車でカーゴマーケットをやっていこうということになっております。でめっちゃこの BBS のね、今ホイール入れてるんですけど、めっちゃ綺麗なんですよね、この BBS のこちら。めっちゃ綺麗じゃない？すごいですよね、これ。ビッカビカなんですよ。いや、まあ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 、いいとして。まあ、こちらの方のね、ちょっとお仕事をまず取っていきたいと思います。前回ご紹介しました通り、カーゴマーケットを使いまして、久しぶりにパリからですね、どっかに行きたいと思っております。はい。なんか、いい具合のですね、なんか、いい具合の、お仕事がないかなと。ああ、こちらいいですね。二輪車運びましょうか、じゃあ。安全運転を心がけましょう。はい、安全運転で行きますよ。よいしょ。ああ、ちょっとあれだ、そして。ああ、いいね。挙動いいね。だいぶいいじゃないの。ちょっとまだね、走り出してないので、まだ、あれですけど、左方向ね、了解。ちょっと一回確認しながらですね、行きたいと思います。あー、なるほど。ちょっと待ってね、直進です。まだわからない。今のところ大丈夫ですね。 FFB もちゃんとかかっている。この先左方向です。左方向了解。了解よ。左方向です。いないと。めっちゃ天気いいね。どうした、どうした。行かないといけないんですよ、あなた。よいしょ。はーいと。ちょっと待って。なんかあれですね、あの戻らないね、ウィンカーが。あ、大丈夫かな。ウィンカー戻んないですな、自然にね。まあ挙動はちゃんと安定しておりますね。あ、でもブレーキがちょっとあれかな、効きすぎるね。なるほど。直進です。あの、あれですね、下級機の音がすごいね、キュイーンっつって。ああ、でもちょっとあれだな、馬力があるのか分かりませんけども、ちょっとアクセルを乱雑に踏むと若干ハンドルが取られる気がする。ただまあこれに関してはお前いると見えないじゃないの。人乗せるとこっち側のミラー見えませんな、これ。思いのほかのあれですね、失敗と言いますか。でこれバックミラー見るとおばちゃんがね、ちょっとごめんなさいね。バックミラー見るとおばちゃんがね、たまーに目合うんですよ。ちょっと動いてんのも面白いよね、おばちゃんね。なるほど。まあでも100キロぐらいね。なるほどね。やっぱ5速安定しますな。若干やっぱりちょっとね、ハンドルがやっぱ取られるな。前回ね、あのご紹介しましたあのヒュンダイにちょっと近い、ヒュンダイよりはマシですけども、これ多分ね、挙動に関して言うと多分設定だと思うんすよね。何かしらの設定だと思うんすよね。なので、まあただまあこれに関して言うとね、他の車両モッドで全く問題なかったりもするので、
まあこれに関してはちょっとあれかな、中身なのかもしれません。ただ全然運転できる範囲なので、良きだと思いますよ。素晴らしいですな、これは。右車線です。右車線了解。右の出口です。右の出口了解。さて、右の出口です。右の出口ですよ。大丈夫ですよ。で、ブレーキが効きすぎるので、これはちょっと気をつけなきゃいけない。ロータリー一番目の出口です。はい、一番目なの、ここかな。出口です。はい、あの普通にヒール&トゥーしちゃうと止まっちゃうんですよ。なのでこれに関して言うと、クラッチ踏んでギアつなげるときに必要だったらちょっとブレーキを一発入れるぐらいの感じの方がいいですね。これこういう感じ。はい、行きます。で、ここじゃなくてこっちで右だ。了解。右方向です。ほら、この軽く踏んだだけですよ。今ちょんぶれで止まるんですよ。どういうブレーキパッドやねんっていうね。ただまあこれの元のね、すごいところってこちらのトレーラーがもしかしたらですね、他の車両でも使える可能性があるんですよ。なのでまあちょっとね、こちら今日お仕事やるじゃない。でその後はあの他の車両も、あ、ごめんなさい、右側通行でした。普通に逆走してたわ。で、普通にですね、あの他の車両使いまして、出口です。はいはい、大丈夫よ。で、仕事ができるのかと、カーゴでこちらのトレーラー使ってお仕事ができるのかっていう、また検証をね、やっていきたいと思っておりますので、そちらもね、楽しみにしていただければなとラバちゃんは思っておりますよ。はい、来ましたね。 PHV と書いてありますけども、一体何の会社なんでしょう。目的地に、あ、オートバイ運ぶっつってたよね、俺。だからオートバイの会社じゃないこれ。よいしょ。はい、どうで、カゴマーケットで、オートバイどちら、奥。ほい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 、ああ、ありますね。素晴らしい。トゥバラ T じゃないの、これ。またね、あれなんです、っていうかすげえな、排気すげえ、排気のあれ出てんじゃない。あの短いので、いつものね、トラックの感覚じゃダメなんですよこれ。ほら見てください、この曲がりを、この曲がりをですよ。皆さんうねうね調してんでしょこれ。ちょっと待って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 、この曲がりをですよ。はい、ちょっと待ってね。はい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 、入れていきますよ。さてさて、おっと緑になった、すげえ。これすごいね。いや、ここまで正確に、いや、すごいね。これ普通ね、こっち系のモッドってね、緑色なんないんですよ。ね、だから珍しい、だいぶ。しかも私今結構適当に入れたので、適当に入れてなるってすごいですよこれ。マジですごい。左方向です。あ、左方向、弱い。お、ちょっと待って、なんで行かないの。うん、ちょっと待って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 、なに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 、あー、ヒット。なんだったんだ今の。パーキングかと思ってパーキング入れたらパーキングブレーキかかってませんでしたね。さて、じゃあ挙動なんですけども、挙動に関して言うと、まあ先ほどとあんま変わりませんね。荷物乗せたからといって重量が上がってそれで挙動が変わるということはないと
いう感じかな、多分ね、うん、ロータリー2番目の出口です。まあ、バイク運んでんのに乗せてんのはユンボっていうのはありますけどもね、まあそこはしょうがない。はい、私が行きます。私が行きます。 OK。 まあ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 、この車、まあこれトレーラーではなく、あのこちらのワーゲンの挙動なんで、あくまでなんで、まあ、これに関してはちょっとまあね、うん、まあまあ皆さんちょっとこのちょっとまあ妥協点じゃないけどね、まあ運転できる範囲なんだよ本当に。いや、いいねこれ。まあまあでも全然全然ちょっとだけですね、やっぱりちょっとだけ。ああ、6速はないね。右方向、了解。右方向です。はい、右方向行きますよ。はい、で合流。俺あれだな、ちょっと眩しいけどどうなんだろうこれね。どうなんだろう、もうちょっとリシェードの調整入れようかな。どうなんだろうこれ、ちょっと気になんすよね。なんか雲の表現をもうちょっとね、ラバちゃん的にはね、もうちょっと綺麗にしたいんですよねこれ。あ、ごめんなさいね、これ空今日綺麗ですよねこれね。これは俺で、これバニラですけどね。うん、ちょっと空の表現後で頑張ってみよう。もうちょっとね、あの筋をね、分かるようにしたい。おっと、故障がい。大丈夫ラブちゃん、乗せてかなくて大丈夫。ユンボ乗ってますけど、ユンボとスクーターじゃないや、オートバイ乗せてますけど。よいしょ。いやー綺麗ですなー、素晴らしい。めっちゃ綺麗。ちょっとね、ちょっとだけ皆さんのごめんなさいね、ほんとにごめんなさいね。ここでね、ほんとね、どうしてもラバちゃんちょっとね、雲が気になっちゃったんですよ。なんでちょっとだけ調整させていただきます。お待たせしました。どうです？ちょっと綺麗になった感じしません？直進了解。いや、いいじゃない。素晴らしいんじゃない？これ。ちょっと一回見せましょうか。これバニラ。で、これが今、リシェードね。あー、素晴らしい調整ですね、ラバちゃん、やっぱりこれ。この雲のね、細かい表現もね、やっぱり皆さんに見したいわけ。いや、煮詰まってきましたね、だいぶ。だいぶ煮詰まってきたと思いますよ、こちら。アセットコルサとかもね、やっぱこれ、リシェードのね、こちらの画質調整なんて、やっぱりね、結構まあ、気づいた時にちょっとずつやっていくっていうのが、まあ、正解なわけですよ。なので、まあ今回みたいにね、ちょっと、後でやろうと思ってもね、またあの空の表現が違ったりとかするんで。まあこういうのもね、まあちょっとね、さっき調整してるところはまあカットしましたけども、直進です。はい、直進了解でございます。まあこちらのね、やっぱ画質調整とかもね、やりたいっていう方は多分いらっしゃると思いますので、まあ設定の方をね、ちょっとご紹介も今度していこうかなと思っております。はい、最近私もノーマルで入れてるものでしか使ってないので、うん、ラバちゃんのねリシェイトの方ね、
皆さん使っていただければ、めちゃめちゃ軽くしてるんで、リシェイドの設定、ほぼ変わんないぐらい。 GPU の温度ね、多分2度ぐらいしか変わんないんじゃない。デパス入れるとね、めちゃめちゃ熱くなっちゃうんで、入れてないんですよ、レートレーシング。レートレーシング持ってるんですけどね。レートレーシング持ってるんですけども、入れてないっていうのが最近のラボちゃんですかね。デフォルトのね、光の表現、光の表現関連の、設定ですかね。それだけで、光の有効範囲とかね、そういうので最近は、画質調整してるので、リシェイドで光の調整するってことはない。直進です。直進了解。まったりと今普通に運転してますけども、何の問題もなく、バックミラー見るとおばちゃんとね、本当にさっきも言いましたけども、目が合うっていうところぐらい。なんかね、これヨーロッパのね、ファイナル、水曜どうでしょうので、水曜どうファイナルじゃないか。リベンジで、あれですよね。じゃ、ファイナルだ。大泉さんがね、日焼けできないっつって、顔に、日焼け止めクリームべったり塗ってね、藤村ディレクターがバックミラー見た時に笑っちゃうっていうくだりありましたけども、それに近い感じの、バックミラーを見たらおばちゃんと目が合うっていうね。で、おばちゃんと目合うとなんか笑っちゃうんですよね。あ、綺麗だね、綺麗。これバニラですかね、皆さん。バニラの雲の表現でここまで綺麗になるというので、ほんとね、バニラもだいぶ光の表現もね、だいぶ綺麗になったと思いますよ、バニラ。なんでまあね、一撃モッドグラフィック、あれ入れるっつうのも全然ありだと思うんですけどもね。入れたいけど重いから入れらんないっていう方は、全然入れなくても、バニラでここまで綺麗だったらいいんじゃないのかなってラバちゃんは思います。なんで、もっと減らして、レンダリングスケール？レンダリングスケール上げてくっていう方向性でもいいのかなと、私の方はちょっと日頃常々思っております。ライトつけてかっこいいね。メーター緑色に光りますね、これ。いいなぁ、このやっぱ車高低いのっていいよね。はい、工事ですね。片高かな、これ。片高っすね。ブレーキ効きすぎんのよ、マジで。はい、どんこれちょっとあれだなぁ。ウィンカー見えねえなぁ、これ。わからんけど。さて。ああ、コーヒーはうまい。今日も朝っぱらからずっとコーヒー飲んでんすよね。2、3杯飲んでますよ、おばちゃん。なんかあれですね、コーヒーってさ、3杯ぐらい毎日飲むのがね、体にいいらしいんですよ。なんか最新のね、医療研究でね、体にいいって、めっちゃ渋滞してんじゃないの？いいってね、YouTube でやってたんですよ。っていうか、めっちゃ渋滞してんじゃないの？これ、どうしたの？これ。何？なんかあったの？え？ラバちゃんの知らないところで何かあったの？わかりませんけど。OK、これでまた高速道路に乗るのかい？ヨーロッパってこれ不思議ですよね。普通に田舎道からさ、こうやってさ、これバイパスじゃないんですよ、多分。高速道路なんですよ。で、どこが料金所かわからないけどね、このままね、また一般道戻ったりしますからね。ガチで。あ、でもこれ一般道が、これ多分一般道ですよね。多分。さすがに。だって信号あるもんね。
高速道路のようなバイパスっていう、そういうことね。うぃ、うほう。いや、綺麗ですなぁ、これ。あ、赤になっちゃった。あ、そうですね。私、あれですよ。あれですよ、なつって。あれですよ。サムネ撮んの忘れてたわ、マジで。サムネ撮ります。ちょっと、あれですね。時間帯を。わかりやすい感じで。あ、これいいですなぁ。もしくはもっとこう。こういう感じ？ないし、こういう感じでしょう。ね、素晴らしい。はいと、ちゃんと私サムネも撮りましたね。えらい。いつも忘れちゃうんですよ。これでもあれですね、携帯電話のこのナビ見やすいですね。うん、これいいじゃないの。あ、これだったらミスんねえよ、絶対。おー、なるほどね。てか、めっちゃ綺麗だね、空。え、これバニラですよ。あー、すごい。バニラ 1.46 になって、やっぱすごい変わりましたね、これね。ハイビーム。これいいですなぁ。すげえ綺麗。その後、右の出口です。了解。あ、見えなかった。あ、右の出口ね、了解。右の出口です。あ、すげえ。すげえ綺麗。バニラもめっちゃ綺麗になりましたなぁ、マジで。左方向です。左方向、了解。よいしょ。お、戻った。珍しい。あ、ごめんなさいね。眩しいだろっつって、パッシングされましたね。右方向。はい、右方向、了解。で、こっち。あ、綺麗だね。ほんと綺麗。右方向です。はい、了解。ポリス。了解。さて、カレーですな。マン直進です。はい、了解。ここじゃないの？右方向です。はいっと、運んできましたよ。目的地に到着しました。もういしょ。ルート案内を終了します。了解、マリコ。お疲れ。で、バックで入れていってみましょうか。はいと。あそこだ。はい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 。よいしょ。これはね、もう絶対室内してんじゃないと。室内してんじゃない。室外してんじゃないとダメなんで。あ、これでいけるかな。この曲がり方見てください、皆さん。この曲がり方。すごくない？この曲がり方。危ない。あ、ていうか、その、ほんとね、もう半クラとかで行かない限りね、無理なんですよ、これ。危ない。ちょっと前出ましょうか。これはね、相当むずいよ。マジで。これだから普通でさ、自分でさ、まあ、これユートラでさ、やってるけどさ、本当にワンチャン自分ガチでね、キャンピングカーのこのヒッチの方とか買ったらさ、
できんのかっていう話ですよね、これ。これなんないね、さすがに。ちょっと待って。ちょっとこれまっすぐでね、緑色になるかの検証したいんですよ。なので、ちょっとしっかりと入れてってみます。この感じで。ゆっくり。ゆっくり。はいと。これ緑になったらすげえよ。マジで。なったー、すげえ。なりましたね。ここまで正確に車両の全長を計算してワークモッドを作った方は多分今までいらっしゃらないんじゃないでしょうか。これはすごいね。はい。ということでですね、本日はこの一般車モッドでヒッチのトレーラーのお仕事モッドをちょっと実際運んでみたんですけども、普通にトラック運転してるのと全く同じ緑のマークも出るというところで、ものすごく評価高いです、私の中で。で、ワークショップなんで、まあ、前回ね、導入の仕方をご紹介しましたけども、めちゃめちゃ簡単なんで、サブスクするだけなんで。で、こちらの方のモッド使って、次、他の一般車モッド使ってですね、全く同じようにお仕事できるのかっつうのをやっていきたいと思いますんで、そちらの方ね、ちょっと楽しみにしていただければなと思います。はい、というわけで、本日はですね、こちら一般車モッドを使いました、こちらのトレーラー。で、お仕事一本やってみました。参考になった方はね、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ということでね、ラボちゃんのまた次、ユーロトラックシミュレーターでお会いいたしましょう。じゃあみんな、アッシュルゼイ。